い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はスプリムルーラー2020続きをプレイしていきたいと思います。今平壌に向けて進軍を行っているというところなんですが、まあ、そこに中国が韓国に対して宣戦を布告するということで、まあ、ある意味北朝鮮側に立つような状況になってきたという中、日本は中国との全面衝突を避け、ひたすら平壌を目指したいというふうに思っています。で、平壌を目指すための戦力ですね、ちょっと増強をかけておきたいと思いますので、まずはそこからやっていきましょう。で、展開済みのユニットなんですけども、まず航空戦力はですね、その大部分を、集結させちゃいましょう。ね、ちょっと例によってまた、大規模修繕工事が僕の住んでるマンションで始まっているので少しね、うるさいよというのがあるかもしれないんですが、ちょっとそのあたりはね申し訳ないんですが、ご容赦をいただきたいなというふうに思っています。で、ヘリ部隊とかもねちょっともう、動かしていきたいんですが、ヘリの前にF-15 をほぼほぼすべて動かしましょう。で、何をしたいかというと、まあ、空母を使った運用を平壌を攻める上では必要はないので、というのも平壌と今占領しているこのヘジュは近いので空母を使った運用はね、あまり視野に入れる必要はない部分になるので、全部隊をヘジュに航空戦力としては集めちゃいましょう。で、陸上戦力に関しては、どうしようかな。J の7379、これ、ミサイル積めるので、これはね、海上輸送でヘジュに運んじゃいましょう。まとめてね、ヘジュに海上輸送するっていう命令を下しておきます。これで、スタートしていきましょう。で、この後北朝鮮を攻める上では新宇で合ってるかな、ここもねちょっと攻略しておきたいんですけども、ここと戦力を合わせる意味では少しね戦力不足にはなってくるので、そうならないようにだけはちょっとしておきたいかなというふうに思ってます。なんで攻撃を仕掛けるときはもう一気に進軍を仕掛けていきましょう。で、内政の方なんですけども、少し戦力的にはミサイルが不足してきているので、ミサイルを生産していきます。連続生産に入れておきます。航空発射用のものも連続生産のラインに乗せちゃいましょう。で、会場も連続生産が入るので連続生産に入っちゃいます。で、内政の方もしっかりやっておきたいんですが、まず研究の方は全スロット今使ってます。なのでこのままにして、経済の方なんですけども、需要供給が追いついてないところはしっかり入れていきます。お金が少し少ないので入れられるところは今需要が増していて供給が追いついてないものに絞っていきましょう。そしたらどうしようかな、まあ、穀倉地帯にもちろん作っていった方がいいと思うので、北海道とかに作っていきますか。一大産地として、室蘭にじゃあちょっと穀物を作っていきましょう。で、あとは水と材木も欲しいんですけど、プラスになるところもしっかりやっていきたいよな。電力だよね。電力もちょっと供給が追いついてないが、消費物資はめちゃくちゃ生産が好調ですね。これで財政が持ってるって言っても過言じゃないな。産業物資よりも今消費物資かな。あと今後中長期的にお金が見込めるものとしては、やっぱり穀物なんだよね。穀物をもうちょっと作っておきましょう。で、さらに金になるところですよね。
ただお金もないので一旦これくらいで止めとく。全然お金ないからな。水を作るにはちょっとお金が足りなすぎますね。石炭もいらないしね。鉱石これもね、貿易としてのマイナスが36メガなんでそんなに多くないんですよ。となると電力消費、マイナス300だけど販売状況が良好なことを考えると電力だな。発電所を作る余裕はちょっとないので一旦これで進めましょう。北朝鮮との戦争を早く終わらせて、ボロボロになった内政を立て直しましょうね。では時間を進めていきます。さあ続々と航空機部隊が入ってきているので、ここでしっかりと航空機部隊を集結させましょう。で偵察機はもうバリバリ飛ばす。しっかり飛ばしておきましょう。で制海権は欲しいので、さっき見たここですね、新宇宙、ちょっと読み方がごめんなさいお恥ずかしい話なんですけど分からないんで、ここをねしっかりと拠点として確保しておきましょう。で韓国軍は中国に対して頑張ってるね。この後まあ中国と先端を開く可能性も十分にあると思うので、できるだけ占領地は広げておきたいという思いからしっかりと戦力をここに集めておきましょう。ちょっと様子見で駆逐艦を少し動かしておきますか。さて、軍需物資は売りさばきましょう。そうなると軍需物資を作る工場ももうちょっと増やしてもいいかもしれないな。軍需物資を作る場所を増やしましょう。軍需物資は確か、この辺りに一大軍需物資拠点作ってたよね。吉田にじゃあ軍事物資の拠点を作ろう。あと核施設を沖縄にっていうニュースがちょっと前に流れてましたよね。核施設を沖縄に作る、なんか時事に乗っかるようでちょっとねあれですけど、あとはこの辺に駆逐艦がいるものの、いつも意味不明な動きをしてくれる輸送船ですね。輸送船がどこにいるかちょっと確認しておきますか。輸送船は今こっちに向かってきてはいるか。この輸送船たちがねしっかりここに入ってきてくれればいいんだけど、ちょっと意味不明な動きしだすからな、油断してるとね。
外交の申し出ですね。提供項目に対して1546メガか、ちょっとこれはお金がないから無理だな。駆逐艦がどこまでいるか、敵の駆逐艦がねっていうのを確認しておきたいので、偵察機を飛ばしましょう。戦力的にはもうないに等しいな、駆逐艦もね、敵の駆逐艦も。となると味方の駆逐艦をちょっと進出させます。おー、でもそうなると敵の攻撃を受けるか、やっぱり。となると少し撤退して撃沈されないようにだけはします。一応制海権は取っておきたいっていうことから、この辺までは進出しますか。中国の巡視船クラスが出てますよね、ここにボートが。よし、じゃあこれはそこに駐留させておいてだ。いよいよこちらもじゃあ陸軍が揃ってきたら総攻撃を仕掛けましょう。今がチャンス。これで平壌に向けて進軍します。平壌ここですね。えい、とんでもないことになってるけど、なんか北朝鮮の軍が撤退してったら危険を察知してどっかに逃げていきましたね。さあ、そしたら沿岸の防衛に当たっていた部隊も一気に攻めましょう。いや、硬かったかな。これだけだとちょっと落とせないかな。ルーマニアかな、どこかからか外交の申し出が来てますね。全然違うわ、フィリピンですね。提供項目、お金で軍事物資、これは受け入れましょう。ただでさえお金がない。かなり激しい戦闘が続いてるけど、まだまだ北朝鮮軍残ってるね。ちょっと軍の数が足りないかな。こんだけでも激しい空爆浴びせてますからね。
さあ、そしたら駆逐艦部隊は一旦引きましょう。だいぶ消耗が激しそうな。いやでもこんだけ近いところにね、あの拠点があると楽ですよね。で研究項目が1個空いてるね。何研究しようかな。やっぱり次世代戦闘機は欲しいですよね。ユニットデザインをだから入れていきますか。多目的戦闘機、次世代型の多目的戦闘機ゴースト、未来型ステルス爆撃機、これ欲しいな。これをやるには未来型ステルス爆撃機の研究が必要なわけかな。じゃあそれをやっていきましょう。研究項目としては軍事でね、未来型次世代爆撃機、これだな。これにはステルス機の設定ではなくて次世代型戦闘機が必要と。結構先は長いな。で次世代型戦闘機をするためには21世紀の航空機が必要と。なるほど、先はまだまだ長そうですね。よし、平壌を攻略しましたね。これで平壌攻略したんで、あとは時間の問題なんじゃないの。北朝鮮が音を上げるのも。意外と粘るんだな。ちょっとね、長くなってますけども、このまま北朝鮮を降伏まで追い込みましょう。いや北朝鮮もだいぶ攻略したね。北朝鮮ちょっと一旦時間止めましょう。どこまで我が国の占領下に入ったかというと、この辺りはいいね。日本軍の拠点になりそうなところがいくつかありますね。よし、だいぶ戦力を削られましたが、ゴリにゴリゴリをして北朝鮮攻略しました。というわけで、ちょっと長くなりましたので一旦北朝鮮攻略編ここで終わりにして、次回はね少し内政に力を入れていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きもお楽しみいただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。